こんにちは、カウンセラーの山本由美です。お久しぶりになってしまい、ちょっとですね、最近リアルのお客様、ヨガのレッスンを毎日のようにというか結構真面目にやっていて、真面目にって言っても週5回なんですけど、もうイタリア人に振り回されまくりてますが、誰が来るかわからない、何人来るかわからない、予約をしても来ない、予約をしてないのに来るという状況で、もうなんか毎回毎回どうにかで、なんかすごいこの人続けないだろうなと思う人が続けるかなと思う人が来なくなりみたいな感じで、本当にこう無料のね体験をずっとやってるので、何十人という人とチャットで予約をして、何十人という人をさばいていっているんですね、この1週間2週間の間で。でもちろんこの時期っていうのは無料体験なんでお金も入らないですし、結構それで広告の友達に頼んだりとかいろいろしてるんで、結構やらなきゃいけないことがいっぱいあり、それでですね、こういう発信がちょっと遅れてしまっているというか、できなくなっちゃって、彼氏を作るじゃなかったりと、彼と別れてそれをにって、乗り越えるみたいなネタもすごく作ってたんですけど、それもちょっと滞ってしまい、楽しみにしていっている方は申し訳ございませんという感じです。ただですね、まあやっぱり女性、リアルに女性と付き合っていく場所なので、私にとってはヨガの場所というのはすごく楽しくて、本当に地道な活動なんですよ、ヨガっていうのは。で、毎週来てやってもらって帰っていくっていう、どうにかちょっと気分ちょっとでも良くなってみたいな、そんなに深いお話とかはしないんですけど、どん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 そうやって毎回来てもらってちょっと気分良くなって帰っていくっていう感じで、で、まあ大体1時間きっちり終わらせるので、まあ、10分ぐらいのお話がある時もあるし、イタリア語そんな上手じゃないんで、上手じゃないっていうか、まだやり途中なんでね、そのイタリア語でプラ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 喋ることもそんなになくですね、ヨガのレッスンっていうのはレッスンをこう集中してやっていってるんですけど、なんかまあ今までいろいろ考えて感じてきたこととか、やっぱりやってみないとわからないこととか、挑戦してみないとわからないことっていうのがいっぱいあって、今まで場所を借りてやるのがすごく怖くてっていうのもあったのと、まあ子供がちっちゃかったんで基本おうち教室というか、4、5人しか入んないおうち教室でやってたんですね。で、結局おうち教室でやると4、5人しか入んないんで、まあ2人ぐらい辞めちゃったりするとですね、すぐクラスが崩壊するという大変な状況なんですよ。常に入れなきゃいけないし、入れすぎちゃうと入んないからみたいな感じなんですね。でもまあ外でやる場合はですね、10人くらい、10人12人がね、試しに来たりとかはできるので、とりあえずその10人12人来るために、まあその試してもらうためにその20人ぐらいの人とやり取りし、そして最終的に残るのが半分とかだったりするので、まあ5、6人とかそういう感じなんですよね。なので本当に質以上に量っていうのがあって、最初なんか全員の名前覚えときたいなみたいなのもあったんですけど、とりあえずお客さんになってもらわない限りは覚えられないという感じでですね、やっております。なんかあれですね、だから距離感とかも、私先生なんで一応距離感とかもあるし、カウンセリングの時はすごく近づくんですけど、しかもそれがすごく楽しいし、その人のことを考えるのがすごく楽しい、そもそも考えるっていうか、こういう感じなんだな、こういうふうに行きたいなっていうのが個人的にやってるんで、やっぱりすごく考えたりとかするんですけど、やっぱりちょっと距離感っていうのがつかめなかったりとかあってですね、こうある程度距離を空けときつつも、っていう感じなんですよね、やっぱりそういうのとかですね。まああとなんか外に働きに行くっていうことをこのコロナにもなったのであんまりしてなかったので、洋服着て働きに行くっていうのもなかなか面白い体験だったりしますね。あとはまあ本当にこう人の体を見てこう本当に分かるなっていう、そのヨガとかで呼吸もそうですし、まあ、10人とかになると呼吸は見えないんだけど、あんまりまあ体の動きとか、もう手を1個上げるにしろ下げるにしろですね、その人が何を
どういう人生を送ってきたかまではいかないけど、まあ、こういう性格かな、性格っていうかこういうのなんだなっていうのがすごくよくわかる。で、こういうの必要だなっていうのもわかりますね。だから体、なんかカウンセリングだと本当にずっと喋って、こう、質問して、まあ瞑想して、エネルギー的にそっちに持っていかせるんですけど、ヨガのリアルのヨガっていうのはやっぱりその人がどう動いているかっていうのがすごく大切になってき、それをどうやってグループの中でうまい具合に修正していくかみたいな。修正でもないんだよね。なんでしょうね。やら、なんか、こう前に進めていくっていうか、やっぱり皆さん言ってたのが、オンラインでやろうと思うんだけど、やっぱ集中力足りないからできないみたいな。やっぱ先生がちょっと見てくれてるみたいな状況じゃないと、やっぱできないっていうのがあって。まあもちろん、こう、正したりとかもあるんですけど、ポジションを直したりとかしていくのも。でもあんまり私はそういうことは、レッスン、リアルレッスンでもしてないんで、いうことが変わっていったりとか、やり方が変わっていったりとかはするんですけど、なんかそこですごい人の体を見る、人の呼吸や動きを見るっていうのの、なんか懐かしいな、この感覚みたいな感じでですね。基本私やっぱり最初そのヨガセラピーから入ってるので、カウンセリングも。その人間の体の動きとか、どうやってやってんだっていう方がすごい興味があるんですよ。そこがやっぱ戻ってきたなっていうか、なんかすごいやっぱり楽しいです。ただし今回すごい集客が大成功しているんですけど、それはまあいろいろ作戦を練ったんですけど、もう50なんだよ来年ね。何度も言うように、いやもうちょっと若い時にもうちょっとこういう仕事をしたかったなっていうのはちょっとありますね。だからなんだろう、やっぱり40代前半、5本ぐらいはね、余裕でできるし、ヨガの先生で結構20時間も30時間も1週間働くんですけど、私、今の状況だったら、まあ、5、6時間働けば全然いけるんですよ。実際。まあ、実際すごい普通の人のお給料ぐらい入ってくるみたいな感じなんですね、多分。そんな何百万とかじゃないですけど。で、こういう感じで、若い時っていうか10年前ぐらい働きたかったなって思いますね。やっぱり、コースを出たて、っていうのがやっぱ一番楽しい時期なんですよね。こう、先生になりたての時期が頑張ろうっていう時期だから、その時期に、こういうふうにお客さんがたくさんいる状況になりたかったなっていうのがあって、なんかその、失われた時間というか、そこをちょっと感じられますね。だからこれ今もう本当マーケティングとかいろいろ勉強したんでね、そういうの簡単にできるようになっちゃったんですよね。人集めたりとかも、もちろんそのこれでどれだけ残るかとか、どれくらいペイしていくかっていうのはまた別の話なんですけど、まあただ本当に何十人100人単位の人に試してもらうことが、よく試したりとか遊びに来てもらうことができるので、もちろんそれが残るのかな、3分の1かくらいだったりするんだと思うんですけど、まだ分かんないんだけど、でその中でやっぱりそうですね、だからそういうことをすごい、なんていうのかな、ヨガの先生ってマーケティングとかすると汚いみたいに思われたりとかする人がことが多くて、少しそこのギャップに悩むというか、なんかやっぱりマーキーうまいもんねみたいな嫌味っぽくなっちゃったりするんですよ、そういうのがね。そういうのじゃないなっていうふうに、なんかやっぱりいい先生もいっぱいいるし、そこを自分が乗り越えることってすごく大切だなと思いましたね。ちょっと今だからがむしゃらに人集めをしてるんですけど、もうちょっと若い時にそれをやりたかったっていうか、なんかやっぱりそのブロック、自分のブロックとか、お金に対するとか人にどう思われるだろうとか、その広告とかね、そういうものに対するものとか、自分で広告打っていかなきゃいけなかったんで、そういうのとかもやっぱりある程度覚悟が必要なんですよね。そういうのをすごい、なんていうのかな、これから教えていく人に、あ、覚悟ってこういうことなんだなみたいな、自分の結局その内容が悪いとかではないので、今までやってきたことが悪いとかじゃないんで、なんかそれをすごい勘違いしてたなっていうところがありますね。はい、
ということで、今日はちょっとヨガの、ね、話になってしまったんですけど、これからもまたねセックスレスとかセクシャリティの話もガンガンしていこうと、まあ、これからちょっとね本当ギャルたちに会うから、イタリアのうちの娘の話もあるし、ね、ギャルたちに会うね、30代のね前半の女の子とかいっぱいですよ。はい、ということでなんかさ、まあいいや、これまた次の回に話します。ということでまた、さよなら。